でした。お疲れ様。おはよう、マコトちゃん。おはよう。おう、いつも悪いね。おっちゃんには段ボール分けてもらってるしさ。マコトちゃんの分集めといたぞ。今日は友達に泊めてもらうから。家には帰ってんのか？たまに。学校は？たまに。よく親も黙ってるな。私やりたくないことは絶対やりたくないしさ。こうやっておっちゃんと話してる時が一番和むの。嬉しいことを言ってくれるね。じゃあおっちゃんと結婚するか？それは断る。レベル上げるだけでいいんで。これを繰り返せばいいわけね。そう、簡単しょ。これロボットみたい。今の彼の趣味に合わせてんな。いいの？スマホ置いてって。それはバイトの客からもらったやつだから。あ、遅れちゃう。シャワー使っていい？いいいい、何でも好きに使って。今晩帰らないからよろしく。ホテル代と思えば安いか。しかしこんなの何が面白いんだか。レベル上げの前にシャワー借りちゃおう。おめでとうポン。あなたは魔法少女に選ばれたポン。なんか間違えた。やばいな。何これ？私は森の音楽家クランベリー。キャンディーなどはいりません。欲しいのは強敵です。我が名はラプセル。森の音楽家クランベリーよ、相手になろう。ありがとうございます。あるいは罠かと思いましたが、考えすぎだったようですね。人目の多いところはまずい。ここなら互いの力を存分に震える。正々堂々と戦おう。失礼しました。強者を目指し、強者を求めて二人が全力を尽くして戦う、王道ですね。私は私の望む魔法少女目指したいだけだ。やはり強い。
私もあなた同様に強者を求めています。求めている、そんな生優しいものではない、飢えているのです。でもあなたのように自分が強くあるために戦いを望むわけではありません。より強いものをこの手で殺したいだけなんですよ。お父さんですか。僕はこんなことがしたくて魔法少女になったんじゃない。あなたは戦う相手が欲しかったのでしょう。でも殺し合いなんて。何か勘違いしてませんか。人知を超えた力を持つ者同士が戦うのですよ。生きるか死ぬかになるのは当然でしょ。あなたには幻滅しました。死んでください。ずっと魔法少女が好きだった。まさか自分自身がなるなんて想像もしなかったけど、なりたいだなんて思ったことないから。困るから。そんなのこっちだって困るポン。魔法少女の男の子はレアなのに。だって男なのに魔法少女だなんて。少女魔法少女になった以上、教育担当のシスターナナです。一緒に頑張りましょう。どうかしましたか。こうなったら僕が僕の理想の魔法少女を目指してやる。小雪だから、君と一緒に僕は理想の、だからクランベリー、お前のようなものは魔法少女と認めない。まずい。なんだ。王道には続きがありましたね。戦いの末、強者が強者を知り、お互いを認め合う。認めていただけず、とても残念です。こんな奴を野放しにしておいちゃいけない。でないと、あの子が、スノーホワイトが。
つらいぽん。もう一つの良いお知らせぽん。ラプセルが死んじゃったから今週の脱落者はなしというわけで、また来週。街道に投げ捨てるなんてエグいぽん。損傷が激しくて親しかった人たちも遺体に別れを告げられなかったぽん。気の毒ぽん。事故に偽装するのが一番だと言ったのはあなたですよ。その記事ルーラでしょ。あまり人間に騒がれると面倒だぽん。これからもっと増える予定だし。しかし、そううまく運びますかね。いけるいける。だから今回の選抜試験はソーシャルゲームなんて若者向けの媒体を使ったんだぽん。若いやつは血の気が多いからちょっと燃料投下してやりゃいいぽん。むしろアイテム追加によって目的がぶれませんか。弱い者が勝ち抜いてしまう可能性も出てくるでしょう。その程度で死ぬならその程度の強さだろうぽん。連中はヒーローでなくてはならないぽん。アイテム追加ごときで死ぬなんてのは脇役が死ぬべくして死んだだけだぽん。あんたは強いやつと戦ってりゃ満足なんだろう。強いやつが勝ち残れない従来のぬるくさい選抜試験が気に食わないんだろう。だったらこれでいいんだよ。小賢しさや容量の良さだけで生き残ろうとしているやつが本物のヒーローに殺される展開さ。ということぽん。そうですか。そっちの願いは叶えてあげてるわけだから、より刺激的な見せ物が見たいっていうファブの要望にも応えてもらうぽん。そういう契約だったはずだぽん。マスター、救済？戦闘向きじゃない魔法少女のためだぽん。私、戦闘なんか。すでに一度キャンディを奪われそうになってるぽん。自分の身は自分で守るしかないぽん。ラプセルはもういないぽん。そうちゃん、そうちゃん。そんな風にメソメソしていれば誰か助けてくれるぽん。ラプセルの犠牲を無駄にするぽん。犠牲？事故で死んだのにどうして犠牲なの？答えてファブ。ラピセル、ソーちゃんは殺されたの？他の魔法少女の動向は教えられないぽん。キクリマは嫌われるぽん。そうだったんだ。ファブは強制しないぽん。必要かどうかは自分で決めるぽん。もちろん魔法少女育成計画は課金一切なし。このアイテムだってお金なんて取らないぽん。じゃあこの数字って寿命だぽん。強いアイテムを作るにはそれだけの代償が必要だぽん。そこにある機器に比べれば寿命なんて些細なものだぽん。でも殺されるのは嫌。ソールドアウト。売り切れ、売り切れ、全部。ああ、だから早い者勝ちだって言ったぽん。昔から先んずれば人を制すというぽん。元気が出る薬、テンションマックスになる魔法の薬。おお、マジ使えそうじゃね。何言ってんのよ。おかげで3年寿命縮むんだから。アイテムゲットした時パラッと寒気がしたんだから。お姉ちゃんがじゃんけんで決めようって言ったんじゃん。うちらだけ嫌だなんて言えないじゃん。それ寿命5年だっけ。うん。
確か武器は5種類の中から1つ選べたんだよね。あ、スイムちゃんがこれがいいって言うから。まあ断れないよね。よね。真っ先に寿命25年のアイテム買われちゃね。3年なんて安いよね。また一言だと思って。ねえスイムちゃん、スイムちゃんは25年も早く死んじゃうのに怖くないの？怖い。じゃあなんで一番高いやつ買ったの？私はリーダーで、これは必要なものだから。え？私がこれを？その街灯はあなたの魔法に合う。この武器は私の魔法に合う。ピーキーエンジェルズは保留。保留？まあ10条もあるしね。あるしね。ねえ、その武器名前つけれるんでしょ？かっこいい名前考えた？ルーラ。元リーダーの名前。マジクール。みんなキャンディー集めより戦うことが最優先になってるみたい。私は袋を買ったよ。ああ、これですね。自分が持てるサイズや重さのものなら無限に入る4次元袋。支払う寿命は10年。こりゃ便利でいいね。あんた何買った？寿命が惜しいものですから。たるいね。しかしこれは露骨に殺し合いと言ってるようなものですね。もっとも、あの過去ログを見た時点でこうなるのは予測できましたが。それを見越して私と組んだんだろ？私は魔法少女になりたくてなったわけではないもので、命を削るなんて真似はまっぴらごめんなのですよ。生き残れればいいのです。ああそう。何です？あんたのいいところはさ、いつか寝首をかいてくれそうなところ。先輩の寝首かくなんて無理ゲーですね。今日はできなくても明日、明日がダメなら明後日ならって思ってそうなところが好きだね。勘弁です。手下には信用第一でお願いします。信用ね。ならテストに合格したら背中預けてやる。テスト？一人やってこい。ずっと撤去してくれって嘆願が出てたんだ。結構いい稼ぎになると思うぜ。手裏剣だけじゃねえんだな。まあそう怒るなって。別に。確かにアイテムが売れ切れちまったのは痛えけどさ、寿命払ってまで手に入れる価値のあるもんがどれくらいあるのかっつーね。そのせいで殺されるかも。誰に？他の魔法少女に。ないない。よし、あとは処分場に運ぶだけだ。後ろ乗りな。どうした？重さ。ん？重さ大丈夫？え？こんくらい問題ねえよ相棒。もしそうなってもさ、お前連れて空にピューッと逃げちゃえばいいんだよ。飛べるのは他にもいるし、双子の天使とかマジカロイド44とか。そりゃ飛ぶだけならな。だがね、リップルちゃん、俺に追いつける魔法少女なんていねえってろ。おい。強がりや見栄で言ってんじゃねえ。俺はいつでも逃げられるから魔法少女やってんだ。あと半年は殺されるわけにはいかねえしな。よく言ってるけど、その半年って一体どういう。半年は半年だよ。
着だぜ。誰？やん。助けた形になってしまったですね。これがどこの誰さんなのかは知りませんけど、チャットでは何度かお会いしましたね。マジカロイド44です。いやいやいや、今日の秘密道具はそれなりに使えるものでよかったです。を殺めるってのはもう少しこう吐き気を催すとか逆にエクスタシーとかがあると予想していたのですが、生理的嫌悪感だけですね。この程度なら最初の予定通り、あなたもやっちゃいましょう。いや、一人より二人の方があの殺人狂も喜ぶかもしれませんですし。では、さようなら。So far away, find the way.